嘘、かわいい。おめでとうございます。取れちゃった爪、そのうち新しいのにしに行きますよ。新入り。行くぞ。こんなはずでは。やった！甘い！この間友達が遊びに来てね、誕生日プレゼントだよな。なんか誕生日6月なんだけど、毎回持ってくの忘れたって言ってる何らかのプレゼントをくれました。おめでとうございます。嬉しい。そんなんね、祝ってくれた日が誕生日やから。じゃん。わかる？なんかね、キラキラしててね、変更するんだよね、光の加減で。夏にいいし、この色味だったら冬でも使える。めっちゃ可愛い。で、あと今沸かしてるお風呂に使おうかなと思ってるのが、縁起が良さそうなものを選んだっつってた。キラッキラやん、可愛い。え、めっちゃ可愛い。あ、竜なんだ。素敵。お風呂大事に入ろう。
ありがてー、あざーす。久々に本屋さんをうろうろして買ってきました。あれ映ってんのはバレーボール選手の高橋藍選手です。私の大好きな小野冬美先生のまだ読んだことないシリーズです。あと十二国記を全巻バーッと読んで号泣して、これは編集の方におすすめされて読みます。楽しみで、今飛ぶ鳥を落とす勢いの集英社オレンジ文庫のシリーズです。神様系のファンタジーっていいよね。もう私中学生の時から好き、好きなもの変わんないよ。でこちらは去年からちょこちょこ読んでるシリーズの、まあ、まだ全然序盤なんだが楽しみです。でこっちは革命前夜は知らない作家さんだったんだけど帯を見てスッと買いました。舞台が冷戦下のドイツで歴史エンターテインメントと音楽家の成長というか若い音楽家の生き様が絡んでるらしくて、どれもめちゃくちゃ楽しみです。よいしょ。でね、これはね、私5年ぐらい悩んでいるというか、なんとかしなきゃなと思って全然手をつけられてなかったことがあって、中途半端にチャイ語ができんのね。中途半端なのよ。なんか旅行とか人とのなんか人が何言ってるとかは聞き取れたり、昔4級を確か取ってで5級も確かギリギリ合格したんだけど、今本屋さんで見てみたら全然覚えてなくてかなり忘れてしまっててやばいなと思ったんで買ってきました。勉強します。この日を待っていたんだぜ。マヒト、うまいわ。最近のウェハースってバニラ味なんやね。これ場合によっては袋保管するやつだぞ。さあ行くぞ。おばらちゃん、幸せになってくれよ。かわいい。いや、やっぱね、この書き下ろしね、かわいすぎるね。これがこうなるんや、生命の神秘やで。世界かわいいさんだよな。
私がユネスコだったら登録してた。サトル、めっちゃ来てくれるやん、かわいい。ここ揃ったのめっちゃ嬉しい。やった。あ、でも書き下ろしの、書き下ろしのすぐるくんが欲しかった。もう一箱いく？血糖値がな。こんな感じかな。何回やっても効果が出てる。の時期も終わってね。開くわ、開きます。あった、来た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 、勝利。さあ、弱いオタクだからさ、予約ミスってて、なんか決済が不良だったらしくて、第一陣の予約できなくて、泣きながらインターネットサーフィンをしまくって、なんとか通販で買えそうなサイトがあったから予約したんだよ。ようやく来た。かわいい。ほっぺたピンクじゃない？こんなにピンクだった？嘘、かわいい。高専の時のお口が小さくて、なんかちょっといい子ちゃん風だね。かわいい。先生生徒パロだね。カットした方がいいかな、この発言。この棚の代替品になるような棚を見繕っていて、結構いいなって思うものを見つけたんで、そのうち買おうと思います。でも高くてね、可愛いんだけど高くて、肝を座らせていくぜ。